トラベラーチャンネル、皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルご視聴ありがとうございます。毎週水曜日は世界のツアーに関しての情報をお届けしております。ということで今回のテーマがこちらになります。オーダーメイドツアーが人気殺到というテーマでお届けしていきたいと思います。お届けしますのは旅行会社 JST オーダーメイドツアー担当小田です。よろしくお願いします。今回ですねお届けする目次というのがこちらになります。コロナ後からの旅行の変化、今までの旅行スタイルの悩み、オーダーメイドツアーが選ばれる理由、そしてオーダーメイドツアーの極意、最後にまとめという順番でお届けしていきます。これから海外旅行を考えていらっしゃる方、ぜひですね最後までご覧ください。それでは早速ですが、まずコロナ後からの旅行の変化というところを見ていきたいと思います。まずはですね、こちらになります。パンフレット減少ということで、コロナ前はですね街を歩いていると多くのパンフレットを目にすることがあったと思います。それがですねコロナ後、あまり街を歩いていてもパンフレットを見ることが少なくなったんではないでしょうか。そしてですね続きまして、ウェブで完結するスタイルというのが今主流になりつつあります。というのもパンフレットがないということで、ウェブでしかコース、ツアーを選択することができないということで、ウェブ中心になってきております。そして、こちらがですね一番大きく変わった点ではないでしょうか。飛行機、ホテルの空席状況によって金額が変動します。こちらが一番大きく変わった点だと思います。まずはですねこの3点覚えていただきまして、コロナ後からの旅行の変化ということで、ダイナミックパッケージが主流ということになっております。このダイナミックパッケージというのが先ほどご案内しました飛行機、ホテルの空席状況によって金額は変動するというタイプに変わってきております。まずはこのダイナミックパッケージ、こちらも頭の片隅に入れておいてください。続きまして2番ですね、今までの旅行スタイルの悩みということで、まず航空会社を指定できないというパンフレットが非常に多かったです。またですねご希望のホテルに泊まれない、ここのホテルに泊まってみたいけれどもどこのホテルに泊まれるかというのが最終の日程表でしかわからないといったタイプや、もしくはですね自由時間がない、これはよくヨーロッパの添乗員付きツアーの場合にある自由時間がないといったパターンですね。こういったものが今までの旅行の時の悩みベスト3に今までは上がってきておりました。こちらがですね一言で言いますとアレンジができないというのが今までのパンフレット型の悩み、アレンジができないというものでした。それがですね3番オーダーメイドツアーが選ばれる理由ということで、早速見ていきたいと思います。ルート、スケジュールのアレンジが可能です。またですね新婚旅行で行かれる場合、ビジネスクラス、できればビジネスクラスで行きたいと考えてらっしゃる新婚旅行のカップルの方も見えると思います。往復ビジネスクラスは金額、予算的には合わないということで諦めてしまう方も見えると思うんですが、
このようにですね、ルート、スケジュール、航空会社のアレンジが可能ということで、帰りのみビジネスクラスにされる、もしくは行きのみビジネスクラスにされるというアレンジが可能になっております。そしてですね、宿泊先、こちらもご希望のホテルに泊まったり、もしくは分泊といいまして、例えばリゾートエリア、もしくはヨーロッパの都市、まあ、アメリカの都市、一都市に滞在しながら違った雰囲気が味わえるという分泊ということもオーダーメイドツアーは可能になります。そしてですね、必要な部分だけ観光をつけることができます。ということで、オーダーメイドツアーが選ばれる理由というのは、一言で言いますと、自由自在にアレンジができるという点がオーダーメイドツアーが選ばれる理由になっております。そしてですね、こちら4番、オーダーメイドツアーの極意ということでご紹介したいと思います。こちらがですね、オーダーメイドツアー、先ほどご案内してまいりました、飛行機、ホテル、空室、空席があればあるほど料金がお値打ちということで、航空券はですね、約1年前から予約が可能です。またホテルもですね、約1年前から予約することが可能です。そして航空券、ホテル、空き状況で金額が変動します。ということは、早ければ早いほど空席、空室がありますので、お値打ちに海外旅行に行くことが可能です。またですね、オーダーメイドツアーのみならず、海外旅行に行った際ですね、お休み1週間まるまる海外旅行というわけではなく、帰ってきてからですね、1日はお休みがある、そういったスケジュールを立てられることをお勧めします。ということで、こちらですね、帰国後1日お休みがあるスケジュールを立てられることをお勧めします。そしてこちらですね、極意ということで、早めの相談と予約、この早めの相談と予約をすることによって、同じオーダーメイドツアー、同じ内容でもお値打ちに行くことが可能になります。そしてですね、最後のまとめということでご案内をしていきたいと思います。今年2024年はですね、コロナも明け、海外旅行に行かれたいという方が非常にお問い合わせをもらっております。そんな中ですね、やはりいろいろな、アレンジをしたいという方もここ最近非常に増えてきているんですね。で、その中でですね、飛行機、ホテル、こちらを自分の好きなルート、自分のお気に入りのホテルといった感じでですね、さまざまなアレンジをすることで、自分だけのオンリーワンの海外旅行というのをアレンジすることが可能になります。ということで、最後のまとめということで、こだわりの旅行が実現できるというのがオーダーメイドツアーになります。ということで、 JST パッケージ型オーダーメイドツアーのご紹介をしてまいりましたが、今回の動画が少しでも役に立ったよという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。